はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、購入品ちょっと2つ開封していこうと思ってます。はい、メインはちょっとこの後ね開封するんですけど、まず1個ですね、すっごい便利なものがありましてですね、ちょっと見つけちゃったんですよね。まあ Amazon で買ったものになるんですけど、まあちょっとこんな感じのサイズ感のものになるんですけど、ちょっと開けてきますね、はい、じゃじゃんと。これね、なかなかねこういうの見ないと思うんですけど、これなんだかわかりますか？これね、マジックハンドなんですよね。カチッとこれ挟むことができると。で、これ何に使うのかっていうと、カードとかがあって挟むで、スッと入れることができる。はい、これつまりですね、これ車運転してる時に、まあ、駐車場とかでね、駐車券とかを入れる時にですね、微妙に届かねえなみたいな時に、実はこれがあると、この駐車券をねこう挟んでこう入れる時にめっちゃ便利っていう、ね、ものを見つけました。はい、これがですね、ハンドリーチャーっていうものみたいで、これ実はね2個目なんですけど、めちゃめちゃ良かったので、これリピートして購入したっていうやつです。最近結構ねほぼ毎日車運転してて、まあ、場所によってはやっぱりね駐車券がちょっと届きにくいっていう時があるので、これあると本当にねすごい便利だなと思ってます。はい、一応こんな感じのね外観のものになっていて、まあ、ここにこのスイッチみたいなトリガーがあってですね、ここをグッと押し込むと、まあ、ここにかなりの力がかかるんで、ギュッてやると結構ね痛いくらいまで力があるので、こんな感じでカードとかをね挟めるっていうものですね。はい、これすごい気に入ってます。はい、ということでですね、まあ、まず今開封したのは、まあ、ちょっとおまけみたいな感じで、まあ、最近すごい気に入ってるという、まあ、ハンドリーチャーという商品なんですけども、今日の本題がですね、はい、こちらです。最近ちょっとたびたびレビューしておりますXiaomiの、Xiaomi Pad 5ですね。こちらについにですね専用のキーボードが届きました。はい、iPad のメリットってこの専用のキーボードがあってですね、それがすごい使いやすいっていうところで、 iPad だけでもこうテキストワークとかね完結できるんですよね。そこがすごく魅力なんですが、まあ、今回この Xiaomi Pad 5にも実はですね、専用キーボードあるにはあるんですよ。だけど日本の国内で正式にね発売されてなかったので、まあ、すぐにちょっとなかなか手配できなくてですね、レビューがちょっと遅くなったんですけど、じゃじゃんと、はい、こちら FedEx でございます。これ海外から、来ましたので、なんとか入手できました。はい、実際には個人で海外で輸入したわけではなく、楽天かどっかでねこのキーボード取り寄せてくれるところがあったので、そこ経由で買いました。はい、まあ、楽天ポイントもつくんでいいかなと思って買いました。はい、ということでやってきたキーボードがねこちらですね、 Xiaomi Pad 5のこちら専用のキーボードになってます。キーボードケースですね。で、これ海外版なので、もうね文字もちょっと中国語が入っててちょっとわかんないんですけど、キーボード自体はねおそらく普通に使えるものだと思いますので、ね、ちょっと使ってみましょう。はい、一応これ海外の製品になるので、本来はまあ、国内版がねもし出るのであればそちらを待った方が、まあ、使いやすいんじゃないかなとは思うんですけど、一応ちょっと先行で使ってみたかったので買ってみました。はい、じゃあ開けてみたいと思います。いきます、オープン。はい、キーボードこちらですね。では開けてみまして、はい、一応こちらに簡単なこう説明書かなが入ってるっぽいですね。翻訳しないと分かんないかな。うん、で、キーボードがこちらになっております。質感はかなりねいいですね。うん、レザー調の質感になっていて、これかなりね高級感があります。で、キーボードはこちらですね。はい、ちょっとねエンターが小さいかなっていうぐらいかな、気になるところで。こちらのキーボードはここ真ん中にねこれ3つの、点があります。これ接点があるので、 Xiaomi Pad 5の下のところにですね3つの点があって、これがまあ電子接点になってるんですよね。なのでここに、はい、カチッとくっつけると、で、ケースをこうつける。はい、これでもう使うことができます。うん、はい、普通にタイピングできますね。特にペアリングみたいな作業とかもなく、もう電子接点でつながってるので、この接点を使って使う。で、使わないときはこんな感じで、ケースになるということです。もう完璧ね、iPad ですね、これは。で、もうこれね、ペンもここに装着できるので、まあ、iPad Pro みたいな形でもう使うことができるということです。で、こちらに、カメラのところはね、穴が開いてますという感じですね。で、もちろんこれね、こう折りたたんで、はい、ここまで行くので、まあ、この状態で、まあ、コンテンツを見るとか、そういうこともできますよと。まあ、ここね、逆パカですよね。これができるっていうのもいいかなと思います。はい。iPad のスマートキーボードフォリオと、まあ、ほぼ同じ仕組みなんじゃないかなっていうところですね。
角度はただこれ1段階しかいかないですね。はい、こんな感じです。ちょっとね、実際にこれでしばらく、まあ今日1日ね、使ってみてテキストワークとかをしてみるので、このもうフルセットの状態ですね、シャオミパッド5も完璧なスタイル、この状態で使ってみてどのぐらい快適なのかっていうのをちょっと使ってみて最後に感想をまとめたいと思います。ではしばらくこれで使ってみたいと思います。はい、ということでですね、こちらのシャオミパッド5をこのキーボードありの状態でしばらく使ってみました。はい、まず一言で言うと、このキーボードケースがあるとですね、このシャオミパッド5で一気にこの iPad のように使えます。まあ当然なんですけど、見た目通りですね、しっかりとこのキーボードを使ってこのテキストベースの仕事をねすることができるという感じになります。で、あともちろんですね、このキーボードはケースでもあるので、持ち運びをするときにですね、まあ、保護してくれますよっていうところですね。で、あともう一つメリットとしては、こう実際に使うときにですね、立てる時点で、まあ、この時点で電子接点と接続されているので、まあ、Bluetooth の接続とかそういうのも必要ないです。もうこの時点で接続が完了していると。で、あとは動画とか見るときに、スタンドになりますよね。このまんまこの動画を見れば、まあ、ある程度角度が、ついて動画見れますので、まあ、動画が見やすくなるという感じです。はい。で、入力関係ですね。キーボード、テキストを入力してみてどうなのかっていうところですね。一個困ったのが、Notion のアプリですね。はい。Notion ね、アプリあるんですよ。この Android でも。だけど、これ今、指でこう使う分には問題ないんですけど、これね、なんかね、Notion の入力がうまくいかないんですよね。今ちょっと入力とかを試すんですけど、エンターは反応してるけど他のキーが反応してないっていう、 Notion のこのアプリを使った時にこのキーボードがうまく反応してないです。スペースを押すとですね、下にグッといく感じでエンターはなんか反応しているみたいっていうぐらいかな。うん、入力がねうまくいかないんですよね。アプリ側とのこの最適化の問題だと思うんですけど、キーボードがうまくいかないです。で、これに関してはですね、このキーボードだけじゃなくて、Bluetooth の接続するキーボード、あれもですね、Notion のアプリをね、使うと、うまくこの入力ができなかったというところがあります。はい。もしかしたらね、回避方法あるかもしれないですけど、ちょっと見つけられなかったという感じです。じゃあ、Notion 使うときどうするかっていうと、ブラウザからね、Notion にアクセスすれば、普通にですね、入力することができますので、ブラウザベースで仕事をするとか、ブラウザベースのアプリであれば、テキストワーク全く問題なく行うことができます。で、他にテキストワークで言うと、あとはね、Gmail の入力とかは全く問題なかったです。はい。はい。Gmail 全く問題なく打てます。はい。なので今のところね、入力関係でちょっと思ったようにいかなかったなっていうのは Notion です。まあそれが普通のメモ帳とか、まあ、Google Chrome のブラウザでのテキスト入力とかっていうところは全く問題なかったという感じですね。うん。で、タイピングの感覚としてはですね、まあ、iPad Pro の11インチのサイズのキーボードと、まあ、ほとんど遜色ないかなっていうぐらいのタイピング感になってます。12.9 インチの iPad Pro のキーボードはさらに大きいので、サイズにゆとりが出るので、よりこのタイピングがね、しやすくなりますので、やっぱ大きい方がキーボードは打ちやすいです。ただ、これでも全く問題なく、タイピングとかね、仕事とかできるというのは確認できたので、普通に使いやすいキーボードだと思います。はい。まあ、打鍵感としては、まあ、ほんとタブレットのキーボードです。iPad Pro にはですね、一応スマートキーボードフォリオとマジックキーボードがあるんですけど、どっちかというとマジックキーボードに近いタイピング感かなっていうふうに思います。スマートキーボードフォリオはちょっとね、特殊な質感のキーボードになってるので、ちょっとタイピング感とも違うんですけども、こっちはどっちかというとノート PC 寄りかなっていう感じですね。うん。あとね、トラックパッドはついてないので、まあ実際にこう作業するときは、この指でタッチしながら場所をこう合わせてタイピングをしていくという感じになると思います。はい。日本語と英語入力の切り替えがですね、シフトとスペースになります。で、切り替えをしていくと。それぐらいかな。あとはね、エンターがちょっと小さかったりとかっていうところは、まあ、このキーボードのサイズからもしょうがないのかなっていうところではあります。はい。まあ、基本的にですね、まあ、このスタイルで、まあ、ちょっと仕事をしてみて感じたんですけど、まあ、さすがにですね、この iPad Pro の快適性を超えるところまではもちろんいけてないですけども、近いところまでは持っていけてるかなと思います。で、近いところまで持っていける装備で iPad よりもね、安くなってるというところを考えると、確かにコストパフォーマンス的には高いよねっていうふうに、このフル装備で使ってみて感じました。ただまあ、作業ね、作業メインで考えるんだったら、この画面のアスペクト比がですね、これ16:10なんですよ。
16対10は別に悪くはないんですけど、どうしてもこの画面の表示できる領域がですね、ちょっと狭くなっちゃうので、このスクロールする回数っていうのは増えやすいのかなっていうところです。iPad の場合は画面の表示領域が縦に長めなので、一発で表示できるこの量が多いんですよ。だから iPad Pro 12.9 インチとかはこういったテキストワークとかをするときにさらに快適というところです。はい。ただ一応これでもね、問題なく作業はできますよと。あとアプリに関してはですね、例えば iPad Pro で言うと、この GoodNote とかね、定番のこのノート系のアプリがあったりとか、するんですけども、これ Android なので、この GoodNote 5とかね、そういったアプリはないですよと。なので、Notion もアプリあるんですけど、ちょっとね、キーボードとの接続が Notion ちょっとうまくいかないところがあるので、そこがちょっと気になるかな。実際これ使えないですよね。なので、Notion 使うんだったら、ブラウザベースになるのかなっていう感じです。はい。もしかしたら今後アップデートとかで直るかもしれないですね。であと、Xiaomi Pad 5でいいところかなと思ってるのが、はい。これ、ウィジェットですね。これ、大きくウィジェットを出して、これ、Google カレンダーですね。これ、普段から使っているカレンダーを大きく、取ることができます。はい。これ、非常にこれね、ウィジェットで出せるのありがたいですね。自分のこの、Android のスマートフォンでも、この Google カレンダー大きくね、2ページ目に取って使うことが多いんですけど、それ、このタブレットでもできるので、スケジュールのチェックとかすぐできるよというのはすごく重宝しています。Xiaomi Pad 5のレビューのコメントでですね、ちょっとコメント来てたんですけど、Netflix が見れないっていうコメントが来てたんですけど、Netflix に関しては普通に見ることができます。はい。実際もうアニメとかも見てるんですけど、Netflix のアプリを立ち上げまして、はい、今これ Netflix でゆるキャンですね、流してるんですけど、こんな感じで、アニメとか映画とか Netflix 問題なく、高画質で見ることができますので、 Netflix 問題なしです。で、あと、Amazon プライムビデオですね、プライムビデオも問題なく見ることができます。ちょっとモザイクはかけますけど、今鬼滅の刃とかね、劇場版とかも出てますけど、問題なく、見ることができます。はい。こんな感じで、こちらも非常に高画質で見ることができていて、問題ないです。はい。なので、このタブレットね、動画にはかなり強いんですよね。はい。Netflix とかプライムビデオとか YouTube とか、動画を見るときの縦の黒帯が少ないので、16対10で、ほとんどのこの動画っていうのは16対9になるので、16対9の動画を見たときの余計な黒帯が少なくて済むので、動画コンテンツが視聴しやすいっていうのはメリットだと思います。はい。このキーボードがあると、さらにこの角度ね、一段階ですけど、つけれますので、このままね、動画見れば快適っていう感じです。そんな感じかな。はい。ということでですね、今回、Xiaomi Pad 5ですね、こちらに、ついにキーボードがやってきまして、ついにフルセットになって、本当もう見た目としては iPad Pro ですよね、っていうところになってきたんですけども、非常にこれね、買ってよかったと思います。はい。ただのこの視聴用のタブレットから、一歩進んで、軽いテキストワークとかも、こなせる万能なタブレットに、進化したっていう感じの印象です。で、このキーボードがあると、iPad Pro まではいけなくても、結構それに近いところまではね、いけるっていう感じで、仕事でも使えるタブレットになるなと思いました。で、残念なのは、このキーボードがですね、これ国内版ね、正式に出てないので、一応これ海外版のキーボードになるんですけど、それを、例えば楽天とかでね、輸入してるところから購入して、使えば、国内版のXiaomi Pad 5の方でも、使えますよっていう感じになってます。なので、できればね、正式にこの国内版ね、キーボード出してほしいなっていうところはあります。はい。一応こちら楽天でね、11,800 円でこのキーボード購入いたしました。iPad Pro のスマートキーボードフォリオとか、マジックキーボードとは、あんま変わんないか、ちょっと安いかぐらいの価格帯だと思います。もうちょっとこのキーボードね、安くてもいいのかなと思いますが、質感としては、その価値はありそうだなっていうふうに感じられるような、作りになっています。ということで、ぜひ参考にしてみてください。こんな感じで、Xiaomi Pad 5のね、レビューが3本目になりますけども、一応これで最後になるかなと思います。で、あとはこれ普通に気に入ってるので、普段使いでね、使っていこうかなというふうに思ってます。はい。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。